噂の男は、1966年にアメリカで発表されたフレッド・ニールの楽曲。作詞、作曲は、フレッド・ニール自身。ハリー・ニルソンによるカバーバージョンが最もよく知られる。フレッド・ニールの2作目のアルバム、フレッド・ニールに収められたバージョンがオリジナルである。それを、ハリー・ニルソンが1968年6月にシングルとしてカバー。B 面は、Don't Leave Me。同年7月発売のアルバム、空中バレーに収録された。1969年5月25日、映画、真夜中のカーボーイが公開。映画の主題歌として起用されたことで、再び、シングルとして5月に発売されることとなった。B 面は、レインメーカー。ビルボードホット100で6位、ビルボード、イージーリスニングチャートで2位。全英シングルチャートで23位を記録した。ニールソンにとって初のヒット曲となった。B 面は Don't Leave Me。なお、映画で使われたものはオリジナルバージョンとは異なるバージョンである。BMI 調べによる20世紀にアメリカのテレビやラジオで最もオンエアされた100曲の第27位にランクされた。ありがとうございます。